皆さんこんにちは、ピストラザルです。アンスキロックです。よろしくお願いします。します。はい、今日はね、はい、決意表明していただこうかなと、はい、思っております。はい、ガンセ君の夢は何ですか？スカイダイビングですね。スカイダイビング、ね、ちょっと前ぐらいの動画にスカイステーション行ったじゃないですか。はい、スカイステーション行った時に、はい、電話飛べませんとお断りをされてしまって、ルールなんでって言われて、なんとかなりませんか言うたけど、すごいの来てるんですけど言われて、結果断られた。で、あれはふわっと浮くだけやったら130キロなんですよ。うん、130キロも超えてた。その時超えてたね。で、本当のスカイダイビングについても90キロが限界なんですね。うん、まあ、そりゃそうやろな。2人くっついてバーって飛んで、デブのせいで死んだなんて言ったら頭おかしい、まあね、なるんで。と、うん、いうことで、ガンセ君には行ったんですよ。はい、行ったんでいいから、もう1日だけでもいいから90キロ切ってもらおうかな思っておりますよ。はい、今何キロですか？ちなみに124とか。124、うん、もう国道でしか聞いたことない124すごい話や、うん、まあでもですよ、僕減量するじゃないですか。僕基本普段60そこらなんですよ。で、2ヶ月で僕は50キロぐらいまで落としてるんですね、現実問題として。ということはですよ、60の人間が12キロ落としましたよ。うん、ね、これ60であなた今かける2じゃないですか。そうだね。かける2すると160で120なんで、24キロは2ヶ月落とせるんですよ、単純計算で。はい、っていうことは半年ぐらいあれば、うん、絶対に30キロは余裕やってかな。30キロ落としたら94ぐらいになるわけですよね。94ぐらいになったら、3日水抜いて風呂入ったら4キロ減るから。そこまで減らしてからでも減る。減る減る。我々は正直52キロぐらいからもう水分の勝負なんです。52キロまで減らしてから2キロぐらいもガッて水で落とすんですよ。そう考えるとですよ、さっきの計算ですけど、僕60キロですよ。60キロの人間が52キロまで落ちたら2キロ水で落ちる。そうするとですよ、倍にすると4キロ落とせるわけです。で、そこからもうちょっと頑張れば500グラムぐらい減りますよ。59.5 スカイダイビングいけそうじゃないですか。そうね、そう言われるとね、いけそうな気もするけど、だからもうそれを頑張ってやってもらおうかなと思うわけです。どうですか、実際問題やれそう？てか普段何食ってんのいや、何食ってるか、あの動画を見てくれよ。あの前のやつまあもうふざけんなよって言われてるけどあの4800キロカロリーが取ってるわけです。そうだね。でもまあ言ってしまえば同じ人間ですよ。うん、俺1200〜1300キロカロリーで生きてるから同じ食生活しよう。そうか、もう俺メニュー書くからおう。で、それでやって、で3ヶ月落ちるで多分かな。だって今キープや、124ってキープなわけやんか。正直キープしてるな。ね、デブやけど、皆さんこれデブですけど、ずっとデブなんですよ。巨デブにはならないし、痩せにもならないってことは、4800キロカロリーで今釣り合ってる状態やな。ああ、確かにね。で、脂肪が 1g 減るのに必要なカロリーっていうのが 7.2 キロカロリーなんですよ。ということはですよ、それを1300キロカロリーに落とせば、うん、浮く1日の今計算しておぞましかったけど、引くところ4800引くところの1300キロって言ったら、1日に浮くカロリーって3500なんですよ。3500って俺の2日分に3日分やそうすると3500やから、割るところの簡易計算で7やとして、500キロ、500グラム増えていくわけ。ああ、2日で1キロ減ると。そう。で、1ヶ月で15キロ減るはずやから。うん、じゃあ3ヶ月で考えてみてください。45キロ減ります。おお、ガリやん。ガリではない。それでも、勘違いされたことあるけど、90キロやってないね。あ、そう。やや暇やん。あ、そう。俺90キロになったらすごいことなんだ。まあね、170の90ってデブやからちなみに言っとくと、170センチの平均体重って、標準体重の65やから。65とかもうガリガリやん。うん、まあそれを目指して3ヶ月っていうと、このね、こらえしょうもないニートは絶対続かへんから半年にしてあげますから、はい、1300毎日程度は言いません。お、2000でいいんです。2000でいいんです。2000を、6ヶ月続けて、たまに歩くなりなんなりすれば痩せるでしょ。はい、ね、僕はあの2000でも体重増えてくる、そんなことないそう、うん、そこは体感の差がある、うん、まあ、それで6ヶ月ちょっと待ちましょう、うん、で、減った暁にはスカイダイビングしましょう。スカイダイビングも高いんですよ。当たり前にスカイダイビングしたいっつってあなたはお金の計算してないと思います僕が出すんで5万するんですよ
あ、そんなすんの。5万するんですよ。2、3万じゃねえの。2、3万じゃ効かない。あ、そうなんや。5万するんです。5万と保険代かかるんです。で、行けるところに行かなきゃいけない。そのお金もかかるんです。ただ、そこは90キロ切ったらそれを出しますよと。ほう、それはご褒美で。だから、ぜひやりましょう。90キロね、うん、いや、できひんってことありえへん。まあ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 、人間90キロになれへんこともないから。ないし、あの動画上、ありえへんから、うん、そんな結末も。動画上これもう出しますからね。おう、6ヶ月後に痩せてなかったら大変だよ。僕もあれ、そうなったら脂肪吸引されたから。怖っ。脂肪吸引してでも減らしますから。おう、そのお金も出しますから。減らないってことはありえない。へえ。まあ、例えば単純にガンス君が親からもらった体に傷をつけたいか、傷をつけたくないかって話で、90キロまで落としてもらいますから。はい、90キロだってどうよ、なん湘南に行って。90キロ、だって俺出会ったことは絶対90キロあったやろ。いや、ない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 、あの時65キロとかやで。嘘やん。小5、6やろ。うん、絶対ない。キロ、65キロぐらいあった。でもやったやん。や、身長がさ、150ぐらいやったから。まあ確かに、もうちょっとやつったから。うん、まあそうなると、まあでも中2ぐらいで90とか1キロ超えてたやろ。中2、いや高校入ったぐらいやな。ほんま、なんでそんな急に言うと。高校入ってから縦には伸びひんやろ。一応中学の時部活やってたけど、ここほぼやってないから。あ、それで飯はめっちゃ食うから。まあじゃあ、こう大したことないな。高校ぐらいやったら余裕や。まあまあ、俺減量した結果何、小5ぐらいの体重になったからそう考えるとやっぱいけるね。そうかな、やりましょう。ぐらいの時やったら、まあ言うたら縦はもう止まってるからな、ほぼ。うん、やりましょう。で、この動画あげますから。そっから6ヶ月後です。皆さん、この約束です。このデブは、6ヶ月後ぐらいに90キロになってます。で、動画上げていくうちに徐々に痩せていくと。6ヶ月後っていつ？まあ6ヶ月、今から6ヶ月なんで、まあ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 、そこそこ動画は出ますよ。うん、徐々に痩せていくガンセ君をぜひ見ていっていただきたいというふうに思います。はい、まあ、今日はね、この決意表明だけなんで、うん、ガンセ君、じゃあ最後に決意表明お願いします。私、ガンセキロック、はい、動画のためということではなく、もう自分自身のために90キロ目指そうと思いますので、コメント欄でいろいろとだんだん指摘していってください。痩せてねえぞとか、いい感じやぞ、頑張れみたいな、ね、コメント待ってますんで、お願いします。臭いぞ。臭くねえ。頑張っていきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今日はね、決意表明だけの簡単な動画になりましたけど、これは面白くないけど、そう、結果は面白いぞと、そういうことなんで、その6ヶ月後、動画見逃さないためにチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。本日はこの辺で失礼します。ありがとうございました。ありがとうございます。